これから演奏するのはウィンドウ・アンド・ストーリーズ隣のトトロです。あの名作を音楽で楽しんでください。始める前に楽器を紹介します。まずは木管楽器、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットです。次は金管楽器を紹介します。ホルン、トランペット、コルネット、トロンボーン、テューバの順です。それから木管楽器のサクソフォーンと金管楽器のユーフォニアム、この楽器たちはアドルフ・サックスという人が発明した仲間です。バンドを彩るさまざまな楽器たち、その中心になるのは打楽器です。壮大なクライマックスに向かう時は特に欠かせません。そして華麗な音色のハープ、ピアノ、コントラバスはさまざまな色彩をバンドに与えます。言い忘れました。金管楽器がお椀のようなミュートをつけた演奏も楽しい魅力の一つです。それでは全員で。
始めましょう。お父さんとメイとサツキはのどかな田舎に引っ越してきました。早速二人の探検が始まりました。どうやらこの家はお化け屋敷のようです。暗がりに何かいます。黒くて小さくてトゲトゲしたもの、マックロクロスケです。サツキとメイはこの古い変な家が好きになりました。二人のお母さんは病院にいます。寂しいけれども二人は元気です。でもやっぱりお母さんといたい。
ある日、庭で遊んでいたメイは小さなお化けを見つけました。メイは面白がってそのお化けを追いかけます。小さなお化けを追いかけていたメイは大きなクスノキの根元にある洞穴に落ちてしまいました。不思議な世界、そこにいたのは大きなお化け、トトロでした。メイはトトロのお腹の上で一緒に眠ってしまいました。トトロの住む大きなクスノキは昔からこの村にありました。風が爽やかに梢を揺らしながら通り過ぎていきます。Thank you.
長く待ち望んでいたサツキとメイ。お母さんに食べさせようとトウモロコシを持って立ち尽くすメイ。たまらず病院に向かって走り出しました。でも病院までは大人の足でも3時間はかかります。メイは迷子になりました。サツキはトトロに会いに行き、メイを探してと必死に頼みます。トトロが一声、すると猫バスがやってきました。サツキを乗せた猫バスは空に向かって走り出しました。道端にうずくまっていました。しっかり抱き合うサツキとメイ。猫バスは二人を乗せると今度は病院へ向かいました。病室ではお父さんとお母さんが笑いながら話しています。その姿を見て微笑む
さつきとめい。二人は窓辺に一本のトウモロコシを置いて帰っていきました。